県立中央病院と青森市民病院の統合新病院についてですセントラルパークに整備する場合青森市は車道の幅を確保するため歩道を削る考えがあることが分かりました統合新病院整備の候補地となっている青い森セントラルパークに面する桂木地区セントラルパーク沿いと桂木地区を南北に走る主要な道路は 車道の幅がおよそ7メートル。渋滞対策や救急車両の走行経路確保のためには、車道の幅を9メートルに広げなくてはいけません。用地の取得をせずして、道路幅を9メートルにした場合、どこを削るんですか車道幅が7.5メートル、歩道が約3.75メートルということになりますので、 車道を確保した場合は歩道の部分を一部削るということになるかと思います。以上でございます。車道の幅を確保するために歩道を削る考えがあることを示しました。かつらぎ3丁目と四丁目の間を南北に走る道路には、地区名かつらぎのシンボルでもあるかつらの木が植えられていますが、歩道を削ることになると木が抜かれてしまう可能性も考えられます。 そして統合新病院の建設地の選定の参考としている市の調査データに青森市議が異議を唱えました青森市議会の一般質問中村光男議員は青い森セントラルパークを有力候補とする理由の1つとして市が提示した救急車到達権人口のデータについて異議を唱えました 救急車到達権人口の資料、この再検証、しっかりと二次医療、三次医療に提示できる、参考にできる資料をもう一度出すべきと、私は要求いたします。救急車到達権人口とは、救急車を使って病院まで一定時間内で到達できる人数のことです。市は、青い森セントラルパークの場合、病院までで分以内でおよそ7万8人、 10分以内でおよそ18万2千人と他の候補地に比べて多いという調査結果を提示していましたそれに対し中村議員の主張はこうです市が提示した資料と同じ条件で実際に2つのルートで車を走らせたところセントラルパークから5分で到達した場所が日清青森センタービルと県民福祉プラザ 市の資料が示す5分圏内の端まで到達しませんでしたまた10分で到達した場所はラーメン店の札幌館と波打ち歩道橋こちらも市の資料が示す10分圏内の端まではたどり着かずこれまでの議論の根拠ともなっていた救急車到達圏人口が正確なものかどうか再検証を求めました その救急車到達権人口をもとに、国道7号環状線沿いの外環状線周辺エリアへの建設も議論されています。交通アクセスが良いこのエリアについて、7日、青森市民病院は、こういう地を見出す余地はないと市の考えを示しました。一方で、道路交通に関する専門家からはおととい、当機関の積雪路面状況も踏まえ、セントラルパークは、 整備すべき場所ではないという見解が示されました。道路骨に関する専門家でいうと、やはり病院は別々な方がいいんじゃないですかね。ベストな場所がないのであれば、基本方針を見直すべきとしました。さまざまな意見がある中、県民と市民にとって有益な答えを導き出せるのか。有識者会議は。 8月上旬ををめどに整備場所の方方向性を示すす針ですこちらの2つの病院、過去の、まあ、搬送される件数を合わせますと、2つ合わせて7000件以上が新病院に搬送されることが想像されるということで、さらにドクターヘリでの搬送も考える必要があるということです。候補地周辺のの住民からは利便性の面以外にも 交通の面や騒音の面も気になるところだという声も聞かれています。